んばんは。元スナメリ食堂店主のスナメリです。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピは、旬の食材やお気に入りのお店など、信州の美味しいものの話、またお家で手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に、軽井沢暮らしのあれこれについてお話ししています。今回は第58回目、2022年9月21日に録音しています。前回の配信から2ヶ月が経ってしまいました。ご無沙汰しております。短い夏も終わり、軽井沢はすっかり秋の気配に包まれています。もともと暑いのが苦手な上に、今年の夏は体調が今一つだったこともあり、家族から心配されるくらい家にこもりっきりでした。8月の一番暑い頃にはエッセイの仕事が入っていたので、1日2回の犬のお散歩以外、家の中の涼しい場所を探してはマックを持ってうろうろ、お気に入りの場所を見つけてはモニターに向かう日々でした。犬たちのお散歩も、14歳になったチャイが体調のいい日といまいちな日があるので、チャイのペースに合わせて寄り道多め、それでも朝夕それぞれ1時間ほど。フィットビットの記録では毎日10キロ前後は歩いているようです。家まであと数分のところで夕立ちに会い、ご不在の別荘のお宅の軒下でしばらく雨宿りをさせていただいたこともありました。お散歩にはスマホも持ち歩かないので、犬たちとぼんやり座って雨の様子をただただ眺めていました。ざんざん降りの雨の中、木々の緑がものすごく生き生きしていて、なんとも綺麗で、すごく贅沢な時間を過ごしているような気分になりました。やぶかに刺されてあちこちボコボコにはなりましたが、2022年の夏を思い出すとしたら、きっとあの雨宿りの景色、かなり地味な夏の思い出です。ごくごく地味な夏でしたが、今月に入って家族が痛風になってしまったのは、我が家にとっては割と派手な事件でした。本人もそれなりに健康には気を使っているので、私もびっくりしたのですが、まあ昭和のおじさんあるあるですかね。お酒はコントロールしている様子だったので、甘いものの食べ過ぎが引き金になったんじゃないかと思っています。というのも、1年前にサラリーマンを卒業した後、結構真剣に焼き菓子作りの勉強を始めて、失敗作も含めて大量の焼き菓子を食べていた上に、お団子や大福もしょっちゅう買ってきていたし、彼の部屋のゴミ箱にスナック菓子の袋が入っていることも多かったし、糖尿病になる前に痛風で赤信号が出たのはラッキーだったのかもしれません。ということで、本人の節制に並行して、もともと質素だった我が家の食生活をより
痛風使用、尿酸値を下げる使用にせざるを得ない状況になりました。野菜はもともとしっかり食べていたので、お肉やお魚をお豆腐や練り物中心に切り替えるのと、海藻と梅干しを毎日の食事に取り入れることを意識するようにしています。海藻は海苔が一番手軽なので、キノコや昆布、油揚げや雑間揚げの炊き込みご飯を炊いて、おにぎりを作っておいて、朝ごはんやお昼ご飯におにぎりを食べられるようにしています。レンジで温めたおにぎりに海苔を巻いて、市販のわかめスープにお湯を注げば、海藻たっぷりの軽食になります。梅干しは熱海時代に良質な梅をたくさんいただく機会があって、自家製の梅干しが大量にあるので在庫一掃のチャンス。普段は塩もみで作っていた浅漬けを梅干しに切り替えたり、白いご飯を炊くときも必ずお鍋に梅干しを入れるようにしています。お米2合に梅干し1つくらいなら、炊きたてに梅干しを引き上げてしまえば、ご飯の味はほとんど変わりません。ちなみにご飯を炊くときに梅干しを多めに入れて、炊きたてに生姜や大葉、みょうが、ごまなどを加えた梅干しご飯もさっぱりと美味しいです。梅干しも毎日少しずつ取りたいものの、梅の味のおかずばかりだと飽きてしまうので、こっそり入っている感じにして長続きできればなと思っています。外食したいときはおそば。先日久しぶりに草笛に行き、温かいたぬきそばを初めて頼んでみたら、かまぼこやわかめの乗ったおそばが出てきて、天かすが別添えというスタイルで、おかめそばみたいとちょっと嬉しくなりました。おつゆも優しい味で、ふわふわになったおそばもすごく美味しかった。私は冬もざるそばを頼むことが多いのですが、温かいおそばもいいなぁと改めて思いました。今年はいろんなおそば屋さんの温かいおそばにも挑戦してみようと思ってます。そういえば、この夏の事件がもう一つ。私もいよいよ老眼デビューした模様。ある日、スマホの字が小さくて見えないとなりました。本当にある日突然、その日がやってきたという感じ。よくよく考えてみると、ちょっと前から本を長時間読めないなぁと思っていたのが前触れだったのかも。体調がいまいちだったので集中力の問題かと思っていたんだけれど、目のせいだったとは。久々の配信で初老ネタ満載、軽井沢感気迫というのもどうかと思いますが、ま、自然体で。涼しくなって体調も復活してきたような気もするので、ポッドキャストももう少し頑張りたいと思ってます。気長にお付き合いいただければ幸いです。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピのツイッターアカウントはスナメリポッドキャスト、インスタアカウントはスナメリアンダーバーポッドキャストです。ご意見、ご感想と、ハッシュタグ、スナメリのナチュラルレシピ、または、
ハッシュタグスナメリポッドキャストをつけてお寄せいただければと思います。メールアドレスはスナメリポッドキャスト @gmail.com です。メールも気軽にお寄せください。本日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日もニコニコな一日になりますように。おやすみなさい。